吉田さん、頭が真っ白になるっていうこともよく言われますけども、顔が真っ白になるってあんまり言わないですよね。でも面白いっていうのは顔が白くなるって言いませんか、というつかみからスタートなんですけども、与沢の与で始まった割には堀江さんの話一辺倒だったような気がするんですよね。これもね、結局はね、そんなこと聞いて意味あんのっていうところから意味が随分生まれたことだというふうに思うんですよね。そんなこと聞いて意味あんのと言われたからこそ意味が生まれたみたいなね、面白いやり取りになるんじゃないかなと思うんですよ。うん、まあ言えばキリがないんですけどね、堀江さんのこともね。いや、堀江さんに多分憧れているとかね、すごいなと思ったのは多分ライブドアっていう会社のことだと思うんですよ、私たちは。でも堀江さんはライブドアをとっくの塔に忘れてもう別のことをやっているんですよね、今ね。でも私たちが追っかけているのは未だにライブドアの堀江っていう影なんじゃないかなと思うんですよね。まあ与沢さんがすごいなと思うのもネオヒルズ時代のことを未だに見てるのかな。このタイムラグがあるんですよね、きっとね、私たちには。その人が本当に自分たちから見て絶頂期だったってものを切り取って未だにその影を見てるけど、当の本人はもう全然別の場所に行って別のことをやっていると。いや、その頃のことなんてもう過ぎ去ったよみたいなね。100億稼ぐメール術みたいな、堀さんも本書いてましたけども、あのあと何冊本書いてると思ってんだ、ね、昨日はライブ放送で牛肉切って即売会してましたからね。なかなかユニークですよね。いや、ユニークといえばね、昨日も実はね、私ライブ放送をしたんですよ、お昼に。今回は飛び込みだったんですけども、私もね、お相手のことをほとんど分からずにスタートしたんですよ。で、出会ったきっかけがツイッターだったんで、ツイッターの使い方みたいな感じで、ツイッターっていうのはね、本人が意識しなくても見てる人がいて、私なんてツイボットとかオートリツイートかけてるだけなんで、そっからね、私の方にメッセージをくれて、それがこのライブドアに、ライブ放送に実現したんだよっていう風なところだったんで、私の主戦場は言うまでもなく YouTube で、2番目が Facebook なんですけども、案外ね、Twitter も反応いただいてるんですよ。で、昨日はそんな形で Twitter から始まる縁っていうのね、広げて広げて広げて Twitter をこうやって使っていこうよという風なね、まあ、そんな組み立てにしたかったんですけども、ライブではまあそこになかなかね至らずに、まあ言ってみればね、まあ私が司会をしてゲストに答えていただくっていう、このキャッチボールをしようかと思ったんですけども、私が一つ尋ねると、その回答を踏まえて全く違う自分の主張を、まあ言ってみればダラダラ繰り返すようになってね、あ、これはスケジュール取れないなと思ったのと、視聴者さんもこれはつまんないだろうなと思ったんで、どうしようかなと思ったんですよね。まあ、その中でも面白く見ていただくためにいろんなネタを切り返して掘り返していったわけですよ。それを今日ちょっと紹介しようかと思います。面白いですからね。例えばね、昨日のゲストはもう私との対談で FX は絶対に儲からないって力説したんですよ、ね。いや、6年間 FX をやってきて、初年度は別にして毎年毎年売上利益を積み上げてきた FX でね、私に向かって FX は絶対儲からないからやめた方がいいっていうふうに力説するんですよ。確かに私も6年間という瞬間では儲けてるかもしれないけども、50年とか100年やったら大赤字食らうかもしれないですよね。だからそれを見越して儲からないって言ったのかもしれないですし、500年前から始まるこの相場の理論、テクニカル理論っていうので、それを正確に使えるなら FX は利益を上げる、まあその実績も世界中にあるわけなんですけども、しかも金融庁が FX をねきちんと認めていたりとか、みずほ証券はじめ、ヘッジファンドと言われている方が FX で利益を上げてるっていう事実はあるんですけども、まあ、でも FX は儲からないよ、やめた方がいいよっていうふうにかなり力説されて、その代わり、いや仮想通貨儲かるんだよって言い始めてね、仮想通貨ね、安い時に買って高い時に売ればいいんだ、で、まあご本人も儲けてるみたいな雰囲気を出してましたけどもね、なるほどというところと、あとはね、その方はね、
わしはお金には全く興味がないんだ、お金なんてなくたって生きていけるじゃないか、力説されてたんですよ。で、将来どんなことしたいですかって言ったら、いやあのね、いろんなところにホテルを建てたいよねと、ビルをガーッと建ててね、そこでねっていうふうに夢を語られてたんですよ。その後の私の回答としては、いや素晴らしいですねと、その夢実現してもらいたいんですよ。なんで実現してもらいたいかっていうと、お金全くかけずにそれをしようっていう発想がすごいと。だからそのホテル建設とかビル建設、ビルのデザイン、それから行政にも働きかけないといけない、それをゲストさんのね言われてる思想にピタッと一致して、誰一人お金がなんていらないからやらせてくれっていう人が集まるところが見たいと思います。そうなった時にはきっと本当にお金がなくったってみんながやっていけるっていうことを確認できると思うんですよ。でも現実は今私たちもお金なんて関係ないと思っても税金の徴収は定期的に来るし、今こうやってライブ放送しててもスマートフォンやインターネット回線の料金は引き落とされるし、いやお金なんてなくたってできるって言っても、私もお金のことずっとやってますけども、1円も使わずになんか日をまたぐ日って1日もなかったですと。必ずお金が必要だと。だからお金の問題解決についてこれからも私は放送し続けないといけないですけども、ゲストさんはお金なんて全くいらないってところが本当になんかすごいなと、自分とは違う考え方に振り切ってるところに感銘を受けましたみたいなね、そんな話し方になったりするわけですよね。でまたね、その方は動物愛護のなんか運動をされてるらしいんですよ。で、行政の仕事もお手伝いされてるみたいなんですよね。でそういう話を朗々と話されてたんで、いやこれはまたね、難しいことされてるなと思ったんですよ。動物愛護、ね、犬とか猫を保護してそれを譲渡して殺処分が一件もないらしいんですよね。でも譲渡したその先で殺処分されてるってことをお話しすると、いやそこまでは分かんないよねって言われてましたね。つまりですね、私たちが普段使ってる工業用手袋、それからお祭りで叩く太鼓、ひいては私の三味線、和楽器ですよね。和楽器の膜っていうのは犬や猫の皮でできてるっていうこと、多くの方はご存知なくて、しかもそれは国産品なんですよ。どうでしょうかね、日本国内でワンちゃんや猫ちゃん保健所に回収されます。保健所が里親を探して 100% 一匹の、ね、猫ちゃんワンちゃんも殺処分せずに新しい飼い主のところに送っているというふうになっていればとってもいいと思いますけども、現実は譲渡先は中小企業だったり、そういったなかなか公にはできないような仕事、そういった先に送られていて、その後は行政職員さんはどうなってるのか知ってはいても探らないっていう現実があるんですよね。まあ私も仕事の関係でそういった現場に行ったりとかね、まあ食品を扱ってる時は実際の屠殺場に行ったりとかねしたわけなんですけどね、いやそこではね綺麗事では済まない現実がありました。でまあ私はそれを前提として、そんなことを私は経験しましたよって言ったわけではないんですけども、お話を聞いてると、あなるほどね、そういうふうに考えていらっしゃるんだなというふうなところと、いやそれについてはこういう現実も私は見てきたんで、なんかゲストさんの言われるような世界になるといいですねっていうふうにはお話しました、まあ、いつかはねそうなっていくんではなかろうかと思いましたけどもね。まあそれでね、まあ動物愛護っていうところからちょっと話を広げて、人間は生きていくためには何か生き物の命を取り込まないといけないっていうことになったんですよ。まあそうなるとね、そりゃそうだよねって話になったんですよ。現実はお肉食わないと栄養がつかないでしょ。だから自分は動物愛護で一つも手をかけないけども、誰かがやってくれてるっていう話になったんですよね。いや
いや、それは自分が手を下さずとも誰かが動物愛護を叫ぶ中で、動物愛護を叫びつつも仕事としてそれをやったりとかする人がいることを容認しているんで、その方も言われてましたけども、ギャラがいいんだったら私もやるかもしれないねって言ったわけなんですよ。なかなかだからその辺もね面白いなと思ったんで聞いてみたんですけども、あのその人のね気持ちを尊重しながら聞いたんですけども、ではですね、仮にワンちゃん猫ちゃん一匹殺すのに100万200万っていうギャラが払われるようだったらその役をやりますかって言ったら、悩むねーって言われましたね。やるかもしれんねーみたいなね、その場にならんと分かんねーみたいな、すごいですよね。動物愛護も金次第ということかなというところでございます。まあそこではね結論は出さなかったんですけども、まあその方が主張されることとその主張に対して一般論で質問されてることをね、こうやって組み合わせてみたんですよね。私もこれ意地悪で追求したわけじゃなくって、強く主張される裏にはそういった問題を克服したのかなと思ったんですけども、まあ押して知るべしと言いますか、なるほどなというところでございました。まあ昨日は ある意味ね、ある意味、まあ、いろんな角度からのそういった一人のゲストさんからの対話で刺激を受けてね、それはそれで大きな意味を残したかなと思います。まあ視聴されてる一般ゲストの方はね、大変でしたねと、お疲れ様でしたと、何なんだこの人はみたいな、結構批判的な意見もあったんですけども、まあそれもね一つのその方の大切なマインドですから、お互いを尊重しながら侮辱することなく対話っていうのは進めていきたいなと思った次第ですね。まあきっとねその方はね、ゲストさんはねすごく面白かったと言われてましたけども、まあ面白かったでしょうね。普段主張する場がない方にとってみては自分の主張を広めるいい機会になったと思いますし、なんで主張が広がらないのかってことも私はねすごくよく分かりました。それはやっぱり自分とは違った考え方の方に違った考え方に配慮した話し方をすると、たとえ求める理想は違っても、考え方は違っても尊重されるんだろうなと思いますし、まあ発信の仕方が悪ければね、主張が違うということに端を発して、まあ、人格を否定されるっていうこともあるんだなと思いましたね。さあそれで青汁王子の話題、峰島社長の話題ですけども、結果的に青汁王子がああなってしまったってことは、やっぱりね追求しなくてもいいところまで土足で踏みにじったんではないかなと思うんですよ。もしかしてこうなる結果を予見せずにやったんだとしたら、まあ無配慮だったかなと思いますし、そうなることを意図して誹謗中傷を繰り返したんだとしたら、まあ、言葉はね狂気になるっていうことなんでしょうね。まあ恐ろしいことだと思います。さあそれでね、私ねその方とのゲストさんとのやり取りでも思ったことがあって、まあ、その方はねいじめは嫌いなんだって言われてましたね。いろんなだからトピックに飛び火してたんですよ。ツイッターの利便性についてお話しようと思ったのに、もう個人的な価値判断基準ツイッターから離れて話題がポン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 向こうに行っちゃったんでね、一つ一つまあ揺り戻すためにも私も質問を繰り返していったんですけども、弱い者いじめは嫌いだとかね言われてたんですよ。でその方が言うには、わしは絶対に揉め事ではもう集団で一人をやるのは嫌なんだと、だから常に自分は一人で戦ってきたって言われてたんですよね。でその時に私こう聞いたんですよ、確かに1対1もしくは1対多数だったら正々堂々としていていじめじゃないのかもしれないけども、一人の人がね10人前の力を持っている、人には力の差がありますから、もしくはもう10人力のトーク術を持っていて、もう人のあらを探してね言い返せないように追い詰める論破がものすごく長けてる人がいるとします。そうなった時にこっちの人が一人であろうと集団であろうとこっちの一人の人に勝てないようだったら、それはそれでいじめなんじゃないかなと。だって一人が10人力の力を持っていて、こっちは一人分以下の力もしくは半人前の力しか持ってない、圧倒的な1対1でも力の差があるときに
それはすでに1対1であっても対マンであってもいじめじゃないかなと思うんですよ。でこれをね分かりやすく言うと、じゃ あいいね、4050の力を持った大人が3歳5歳の子供に対して1対1だからって言って暴力や言論でもしくはお金の力で戦って、これは勝つじゃないですか、それはいじめじゃないんですかっていうことなんですよね。だから1対1だからといっていじめに当たらないっていう考え方も違うのかなと。やっぱり五分五分の条件っていうのはなかなか存在しないんで、勝った負けたがある時点でもう不平等なんじゃないかなと。むしろ力の差があれば相手に下駄を履かしてね、相手に気持ちよくプライドを保ってたまま、その人の尊厳や命を尊重したまま、そっと相手が、あ、この人には絡まない方がいいなと、仲良くなった方がいいなっていうふうに誘導していくのが勝利なんじゃないかなと。めった打ちにするのが勝ちじゃなくてね、これを機会にこの人と仲良くやっていこうというふうな心理状態に変えていくのが勝利なんじゃないかなと思ったりする次第なんですけどね。まあいろんな考え方がある中で、今日は、まあ、吉田さんのお話もあればね、私のライブ放送の体験もある、まとめてみると面白いということになるのかなと思うんですよね。面白おかしく、堀江さんがね、そんな意味あんのって言った時点で、いやそれはこの講演会に来ることも意味ないですよみたいな感じですよ。そもそも私は行ってないわけですから、呼ばれても、あ、言ってみればくだらねえと思ってね、家族と大和君と遊んでた方が発見いっぱいあるよみたいな、ね、価値観なわけですよ。それこそ憧れてやまなかった堀江さんは今通り過ぎて、私の視線には入らないですね。まあ、与沢さんも同じように憧れてやまなかったんですけども、まあ、私のもう目には映らないかなと。まあそういうふうに変わってきましたね、私もね。もう他者がいらないっていうかね。まあそれよっかね、あの堀江さんの話に参加したり、与沢さんのね、なんかマンツーマンのトークの機会に参加するよりも、億万長者合宿の方が面白いと思うぐらい、私の価値観はね、露呈しましたよ。それも面白いでしょ、なかなかね。有名人じゃなくてもいいんですよ。世の中の万人が認める有名人じゃなくても、自分にとっての有名人、それは今、吉谷さんでいいわけですよね、私の場合はね。まあそういうふうに思いながら過ごしてますけどね。まあ、堀江さんにしてもね、与沢さんにしても、この億万長者合宿、やってみろって。面白くないだろみたいなね。私はこちら億万長者合宿の方が全然面白いですけどね。というふうなところも、価値観様々で面白いですねってことでございました。それでは、現在深夜3時4分です。私も今日からこれからスタートしようかと思います。じゃあ、いってらっしゃい。